はい。えー、こんにちは、こんばんは、よりです。えー、この間のちょっと続きなんですけども、えー、既婚の男女の、まあ、結局ね、既婚男女に聞いてみた、結局結婚は愛なのか金なのかというところでですね。えー、で、このね、今回記事を書いてるまた荒川さんなんですけども、で、とりあえず、ね、あの、結婚は愛か金か、どっちが大事か、世の中ね、あと金か、 結婚は愛か金か。あと、もう一つの質問は世の中愛か金か。どっちが大事かっていうのを、まあ、それぞれね、あの、回答してもらおうということで。なんかアンケートをね、取ったらしいんですけども。で、既婚男女の結果っていうのはね、まあ、どうなのっていうところで、あの、既婚男女の方も、このね、各年代、ね、全ての世代、20代から50代、 世の中イコール金派が圧倒的なのですよ。うん、あ、そうなんだみたいなね。えー、既婚男性はそれほど年代による差異はないっていうね。うん、で40代既婚男性だけが、か、結婚は金、意識が突出してると。なぜかね、40代だけは。男性だけはね。で、これは子供の学費などの問題に苦労してるからだろうか。あ、そうだよね。そういうのがあれば。え、必要だよなってなってくるんで。 で、未婚の、例えばね、これ、未婚者の方だと、結婚は金派の男の方が著しく、ね、で、えー、結婚してるのではないかという仮説を立てたと、なんかね、言ってるんですけどね。えー、だ20代は多少割合が高いものの、未婚男性ほど際立ってはいない。未婚男性の方も、金っていう人もいるんだけど、うん、もうそれ以上に高いよっていうね。で、一方、 既婚女性の方ははっきりと年代別の違いが明確に出たと。若い既婚女性ほど結婚は愛派が多いと、うん。だからこれは婚活で出会った女性じゃない、ねうん。あくまでも既婚者なの、うん。で、えー、年を取るごとに結婚は金っていう風になってくる。まあそれほど愛情っていうのもなくなるからね。あの子供ができたりして子供の方に愛情がいったり生活っていうのがより 身近に、ほら、生活感っていうのが出てくるんで、で、生きていかなきゃなんないっていうので、毎日の買い物だとかそういうのを考えていかなきゃいけない、子供の成長に合わせて物を買っていかなきゃいけないっていうのがあるんで、男よりは、あの、経済的な部分を考えるようになってくるんで、えー、まあ、そうかなというふうになりますけども。で、結局、結婚とは愛か金かというところで、えー、女性は未、未婚とか既婚関係なく年代とともに、 金が大事となると、ね、いうことですね。まあ前、前回の動画でも言ってますけど、未婚女性の婚活での中でも金重視だということで。うん、で逆に言えば、若いうちに結婚は愛だと考えている方から結婚していくということを見て取れると。だから金、金金って言ってる人は結婚できないわけですよ。よ女の人ね。女の人で。うん、だから若いうちに結婚は愛だと考えている女性はもうポッと結婚できるで、ね。で、既婚者になってると 男の方は全体では愛か金かっていうのはほぼ半々なんだって、男の方がね、意外と。で、唯一20代だけ、ね、だけが未婚は、結婚は金と考えてるんだね。意外、ね、に ?20 代は愛って考えてないんだよ、未婚がね。で、歯が多く。既婚は、結婚は愛っていうね。愛、歯が多いって。そりゃそうだよね。だって相手がいるから愛情があって結婚したわけだから、愛派なんだよね。だから未婚の見っか,かってない男、男性人は、 いないから、結局、結婚は金だろっていうことで金ってしちゃってるところなんだよねで。つまり男女とも大,大抵、大抵ね、世の中は金次第と考えているものの自分の結婚に関しては愛が大事という方が結婚してる。愛が大事派の方が結婚してますよと。うん。だから婚活で愛が大事って言っちゃうと全然マッチングしませんよ。というね。まあ自然の恋愛でだって当たり前じゃん恋愛結婚してるんだから。 あの、恋愛結婚の人が大半なんだから、愛を持って結婚をしようと、ね。婚姻に踏み切ってるわけですから、それは結婚は愛ってなるよねっていうだけの話なんだけどね。うん。で、未婚男性で結,、ね、結婚は金だと思う人ほど、実は金がないから結婚できないという自爆に自らを追い込んでしまってるのかもしれないと。若いうちは金よりも愛が大事なのであると。若いうちはね。 まあそれなのに金って言っちゃってるからおかしなことになっちゃってるよっていうね。で、事実、初婚男性の年収のボリュームゾーンは300万円台であり、決して金がないから結婚できないというわけではない。むしろ中年以降になってからは金が物を言うっていうね。だから中年層で年収300万、400万っていうね、あと転職失敗者と俺みたいなのもそうじゃないえそういう世代っていうのは40代、50代とかで、まあ、300万、400万程度の 年収であると結婚なんかできませんよっていうね。まあ、中にはラッキーでできる方もいるんでしょうけどっていうね。うん。だから、相手の女性たちが、それも年齢層が上がってきて、ずっと金金金って思ってきてるわけだから、それはだから合わないよねっていう話ですね。で、その愛に、あ、あ金金って言い続けて、相手が3日なくて疲れちゃったよっていう女性がたまに30代、40代、50代の女性で、あの、やっぱり金よりかいかなって言、その、 前のね、動画でも言いましたけど、愛の規律をちょっと上げましたみたいなさ、金がなんか4割とかさ、愛が6割とか、金が3割、愛が7割で考えてますみたいな、多分回答になるんだろうね。うん。で、40過ぎても、いつまで、いつまで経っても、やっぱ結婚は愛が大事だよねというおじさんはお呼びではないということだっていう。<laughs> まあそら ほら、そうなっちゃうよねっていう話にはなるんだけど、でもまあ、所詮ほら、でもさ、金があったところで愛がなかったら、あの、きついと思うよ。自分が安らぐ場がないんだからさ、常に気を張ってなきゃなんないわけでしょ。それでも結婚したいのかあって、俺はしなくていいと思ってるからね。そんなもんだったね、奴隷になるんだったら、別にさ、精神的奴隷になるんだったらいらねえよっていうところがあるので、 うん、だってお互い不幸になるじゃん、そんなことやったらさ。お互いにいがみ合った状態で疑心暗鬼で結婚してもさ、幸せなんかなれるわけないんだからさで。最初からやんなきゃいいんだよ、そんなことね。と、俺は自分では思いますけどね。あくまでも感想ですけど。で、結婚している男女は若いうちに愛で結婚する。ね。それは間違いではないだろう。言い方を変えれば、所詮世の中金次第って分かってるけど、結婚する時ぐらい愛を信じたいっていう人が結婚していくのだろう。でしかしそういう、 愛で結婚したものの、年とともに、ね、急、急激にやっぱり金が大事だよね、なるのは既婚女性なんだって。だから女の人の方がどうしても愛で始まったとしても、結局最後は金になるよと。だからこれはもう男女の性質が違うから、もうそれはしょうがないんだよな、どっちが悪いとか間違ってるとかじゃなくって、まあそういう生き物ですよと。<laughs> まあそれを前提にそれでも愛し続けるのかっていう男をね、愛し続けることができるんでしょうかと。 ね。そして家庭という形を保っていけるんでしょうかと。やれる人はやればいい,いいだけで。いや、ちょっと冗談じゃねえよって人はやめりゃいいわけで。うん、まあ、選択の自由があるわけですよ。うん、で、結婚とはね、この愛で始まるが、続けるためには金が必要なのだ、ということで、荒川さんも言われておりますね。続けるためには金。まあ、そうだよね。まあ、結局金がなかったら喧嘩になったりするわけだから、まあ、どっちもどっちっていうところもあるんですけど、ある程度稼げて、えー、そこそこの愛があるっていう家庭は、 今、あなたはとても幸せですっていうね。えー、その恵まれた環境を大事にして、周りに、その模範的な夫婦として、周りにアピールして、えー、いただけたらいいんじゃねえかな、というふうに思いますね。ほんと嫌な世界だね。<laughs> 本当にね。まあ、俺には関係ないけどね、っていうことで。また、えー、次のね、えー、動画でお会いしましょう。じゃあねバイバイ。パイ,ポイ、ぽイ